お疲れ様でした。じゃあ今勝った今勝利した今の心境の方を教えてください。まずベスト8っていうところに流れ着くことができて本当に嬉しいです。なるほど。ズバリさっきの試合でこう、まあ、勝てた要因、まあ、理由というのももしあればちょっと教えてください。試合の前にみんなでディフェンスのリバウンドを徹底してやろうって言ってて、それが最初からできたことが勝利だったかなと。なるほど。逆にこう、まあ、多分、まあ、当然良かった点もあれば反省すべき点も見つかったのかなと思うんですけども、もし反省点などがもしあれば教えてください。落ち着く場面で落ち着いてプレーできなかったり、本当に声掛けをしてディフェンスのローテーションとかをしっかりできればいいなと思いました。わかりました。じゃあすいません、じゃあ次の、3回戦ですかねに向けての意気込みの方を一言聞かせてください。チームの目標がベスト4なので、勝ってベスト4を勝ち取ります。